おはようございます。谷です。2018年の9月にアフリカのルワンダでルワンダ港を開港しました。で、2019年の10月にはフランスで2日間のセミナーをして、グローバル企業と言われています大型旅客機を作っているエアバスでもセミナーをしました。で、海外で仕事するっていうことは私の昔からの夢だったんですが、皆さんよくその話をする。よくそんなことできましたねと 言ってもらえるんですけども、いや、自分でもそう思いますね。よくそんなことやったなと、思いますが、私は今治療科として、そしてまたこの日本ボディケア学院とか、運営していますけども、小さい頃は貿易商になりたかったんですね。貿易商というのは黄金の日々っていうのが NHK の大河ドラマであって、私テレビはあんまり見ないんですけども、NHK の大河ドラマは好きでよく見てるんですが、今のキリンが来るも、面白いですよね。でも、うちの娘が、イッテ Q が好きなんで見れないです、家で。で、時々ちょろっと見てるぐらいなんですけど、面白いです。で、それを、その時、その流れ前に、黄金の日々ってあって、松本幸四郎さん、今ですね、松たか子さんのお父さんがやってたんですけども、その松たか子さんのお父さん、松本幸四郎さんがやってたのは、ルソン助左衛門っていう役だったんですよ。で、秀吉のにと取り入ってですね、うまくやって、もともと堺、大阪府堺の人なんですけども、豪商となって、ルソン、今のフィリピンで活躍されて、面白い人生を歩まれた方で、非常にかっこいいなと思って、自分も助左衛門みたいになりたいなと、思ってまして、で、自分で、そういうことをいつかやりたいと思ってたんですが、今日の話はですね、その話ちょっとしながら、自分の夢の叶え方っていうことですね。なぜそんなことができたのかっていうところには、やっぱりなんかコツがあるかなというふうに思うんですよ。それについてお話をさせてもらって、それを聞いてもらったら、もしまだあなたが持っている夢を叶えることができていない人はですね、決して諦めることなく、このやり方をやってコツコツ、頑張ってくださった。あ、やっぱり頑張るっていうことは必要なんで、それをやってもらえるんじゃないかなと思ってお話をしたいと思っています。それで、何を話したかったんやったかな。貿易商をやろうと思ってたんですけど、実は私、30後半、38歳ぐらいの時に貿易やってたんです。日本ボディケア学院をやりながら貿易もやってたと。当時は中国でやってまして、私は若い時中国留学してたんで、そういうコネクションがあったんで、やってました。でもそれは、健康、もう基本私健康がやっぱり、メインですけども、健康じゃなくて、そういう頼まれたこと、私の中国の友人とかに頼まれて、また私の叔父が中国と当時貿易をしてる会社にいらっしゃったんでね。で、おじさんにお願いして協力をして、貿易会社にもちょっとバックアップしてもらいながら、実は、東京港、大阪港やりながらですね、貿易やってたんですね。もう一個会社があって、それもやってたんです。で、その時は東京港には優秀なスタッフがたくさんいて、時はもう拡大していくという感じだったんでね、スタッフもたくさんってことは1、2、3、4人ぐらいいてて、で、その人たち全部任せて、私は月の半分ぐらい中国行ってたかな。で、でも日本ボディケアがそれずっとうまく回ってましたんでね、良かったんですけども、その時は、プラスチックを集めたりとか、パソコンとかですね、あと自転車とか、そういうものを全然関係ない、ものをやって、ました。それは面白かったんですけど、やっぱりなかなかこう、ちょっとね、規制が変わってやりにくくなったんですよ。で、それでもうそれはもうそこでもう途中でやめまして、また日本ボディ客一生懸命やってたんですけども、ようやくですね、この2018年から自分の一番得意技である、健康でいくことができたんで、よかったなと思ってるんですが、その時のポイントなんですけども、まずは、やっぱり、夢を叶える方っていうのは何をしたいかということを、やっぱ明確にすることが一つだと思うんですね。自分はこういうことをやりたい。これが自分の夢なんだということをちゃんと明確にしておくということが一つ。で、それをずっとこう見ておくということですね。必ずやるんだということを、よく、こういう私はノート持ってられてますけど、ノートにこう、自分の夢をこう書いてですね、こういつもそれを見る、私はこういうことやりたいんだっていうことをですね、書くということです。そして忘れないということ。で、そしてそれをやるために一体何をすべきなのかっていうことをですね、ちゃんと準備するということです。
そしてそれに向かってコツコツ努力をしているということ。で、それをして、あともう一つ、あと二つなのかな。もう二つ目、それは、それを言うということです。みんなに言うということです。私はこういうことやりたいんだっていうことをみんなに言うんです。言ったらね、大概、前もちょっとその話しましたけど、ミラーニューロンの時に話しましたけども、まあまあ、ちょっと突飛なこと言うとみんなに、そんなことできるわけねえよとかね、あんたには無理とかね、やめときやめとき、失敗したら大変なことになるよとか言われるんで、それでシューンとなるんですけど、でもやっぱり言った以上、それを果たさないとかっこ悪いじゃないですか。私こうやってやるんだって言って、やれなかったら恥ずかしいですよね。だから言うことによって自分をこう追い込むことができるんで、やらなければならないなと思って、また日々コツコツ努力をすることができる。そしたらね、それを言ってると、で、コツコツ努力してると、話がね、ポーンと来るんですよ。こんなことをやりたいっていう、こんなことやってみませんかって話が来るんですよ。その時にまたポーンと乗るってことですね。で、これが、三つ目なのかな。こうずっとコツコツみんなに言う。そしたら必ずそういう話が来ますから。その必ずその話が来た時に、躊躇なく乗る。もちろんその準備ができてはダメですよ。時間も作らないといけないし、もちろんやっぱ手持ちのお金も必要ですよ。ゼロではできないですよ。あ、そうそう。なんかね、誰かからこう話が来て、こう雇用されてチャンスになる。そんなんはないです。やっぱりこう来て自分でも自腹切ってお金出して時間使って、そして、やるっていうことですね。まあ、もしかしたらまあ誰かお金出してくれるかもしれないですけど、まあそんなんあんまりないと思うんですよ。全く無名の方には。だから、まずは自分で自腹切って、それで活動できるその資金も必要だってことです。まあそういうことはやっぱりやっておかないとダメですね。それをやった時に思い切って乗るという勇気が必要になります。そしたらできるんですよ。これが夢の叶え方だと思いますね。私はまだ、もっともっとやりたいことがたくさんあるんですけども、それを言ってます。でもここではまだ言えないんですよ。そこまでまだ煮詰まってないから。貿易やるときなんかはもううちの周りでみんな言ってましたから、だからできたかなと思いますし、そこからやっぱ話が来た。で、ヨーロッパで、こういうセラピスト育成の仕事をしたいっていうのを言ってたら、まあさっき、アフリカから来たんですけどね。アフリカから来たんですけど、よし、これはもう、まずアフリカからお話もらったんで、行くわーでも自分で行ってやったわけですね。まあそれはもちろん自分で旅費払って行ったわけですから、自腹切ってやったわけですよね。で、そこからやっぱりまた話が広がってくるんですよ。これはまた面白いもんで。だから必ずですね、自分で、やりたいこと、三つですよ。もう一回言いますよ。だからまずは、自分が何をやりたいのか、やっぱり考える。で、それを本気でやりたいのか。で、それが決まったら、やっぱり目のつくところの目標というか、自分の夢を書いて、いつも見る。こう見るってことです。見て頭の中に、自分の頭の中にそれを入れてですね、忘れないようにする。で、いつもそれをこう、脳の話してますよね。まだこれから脳の話もしますけど、脳はご主人様が何をしたいか分かってないんですよ。でも脳にちゃんと伝えるっていうのは、自分の言葉で言って空気を伝って、それが自分の耳で聞くってことですよ。で、自分の言葉で発して、骨伝導で耳に行って、その耳から自分の脳に入っていったら、脳は、あ、ご主人様はこんなことがしたいと思っていらっしゃるんですね。って言って、こう、脳のコンピューターはわかるわけですよ。そしたら脳が勝手にそこに連れて行ってくれるし、その必要なものの前に連れて行ってくれたり、その必要な人に合わせてくれたりするんですよ。これは本当ですよ。脳はそういう力がある。けど、それにはちゃんと自分の口と骨伝導。骨伝導、今私喋ってますよね。喋ったらこう震えるんですよ。で、よく自分の喋ってる声と、こうなんか動画で見た声は違うっていうでしょ。あれは、みんな骨伝導で聞いてるから だけなんですよ。でも実際は同じ音を聞いてるんですが、こっちから来るやつが強いからそう思わない。自分で喋ってるやつを聞くっていうことをだんだんやってたら、あ、私の声ってこんな感じねって、このこっち骨伝導の声と空気から伝わってくる声がだんだん一致してくるんですよ。だから、この二つを使って自分の夢を絶えず語るってことです。そしたら脳にそれがインプットされてきて、脳がそれに向かって動き出してくれるっていうのが一つですね。そしてもう一つは、みんなに言う。それを言うということです。私はこんなことやりたい。私は福山さんと付き合いたいとかですね。それから、佐々木めぐみなんかわからんけど、アンジャッシュのあの人の奥さん。もうの面倒は俺がこれから見るから大丈夫ですとかって言ってたら、もしかしたら佐々木さんと仲良くなれるかもしれません。なのでやっぱり言わないといけない。みんなに言う。そして自分にプレッシャーをかける。私は絶対これやるんだということ。プレッシャーをかけるというのが二つ目。そして、三つ目は来たら絶対やる。乗るということですね。
まあ、もちろんその準備をいつもしてるわけです。時間作れるように、お金使えるように、コツコツ努力する。来たらためらわず乗る。もしかしたらそれは危ないかもしれない。失敗する可能性あるかもしれないですよ。でもそこに行かないともう次はないんですよ。来たら次乗る。だいたい次のチャンスが来るのは4年後ぐらいですよ。一回チャンス来てそれ逃したら次来るの4年後ぐらい。オリンピックぐらいです。その自分の夢を叶えるチャンスが来るのは。だからまたその時行かなかったら4年待たないといけないんですよ。だその時ちゃんと乗れる準備をする。それをやっていくと、あなたの夢を叶えることができる。と思いますよ、私は。と思うじゃないね。夢を叶えることができます。本当です。ぜひこれをやってみていただきたいと思います。今日の話が良かったら、いいねをよろしくお願いします。感想があれば、コメントをよろしくお願いします。この Today Topics は日曜日の以外、朝8時半からライブ配信をしています。東洋医学をベースとした健康法、また人間関係構築法、そしてスモールビジネスにつとやり方についてお話をしています。今日みたいな夢の叶え方ですね。いいでしょう、これね。本当なんで、これやって私は夢をどんどん叶えてます。これからもどんどん叶えていこうと思ってますので、ぜひ頑張っていきましょう。あ、まだも岡部さん、ありがとうございます。はい。今週、一週間また頑張りました。もう90何回になりましたね。今日でね、94回、ルソン・スケザエモンさん、目指して頑張りましょう。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。